安全地帯とは、路面電車に乗り降りする乗客や、道路を横断する歩行者の安全確保のために、道路上の交通を規制している場所のこと。電停においてはプラットフォームを指す。大きな通りなどでは渡りきれない歩行者に考慮して、車道よりも少し高くなった、島上の安全地帯が設けられることがある。安全地帯京福電機鉄道山の内駅の安全地帯。 路面電車に乗降するものもしくは横断している。歩行者の安全を図るため道路に設けられた、島上の施設または、道路標識及び道路表示により、安全地帯であることが示されている道路の部分を言う。路面電車の場合、軌道を道路上の最も中央寄りに設けることが多い。電停には通常、構築物によるプラットフォームが設置される。このプラットフォームも安全地帯に該当する。 また、電停において、道路の復員などに余裕がなかったり、交差点付近であるなど、その他の理由で、構築物によるプラットフォームを設置しない場合がある。そのような場合には、電停の乗降客が、電車と道路上との間で直接に乗降することになる。その際の安全確保のために、安全地帯は道路表示で示される。電停に設置される電停標識のほかに、 安全地帯には通常道路標識も設置される。危険運転致死傷罪の適用自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行により、自動車、原動機付き自転車を運転し、第17条第6項に故意に違反して安全地帯を通行し、よって交通事故を起こし人を死傷させた者は危険運転致死傷罪として、 最長で20年以下の懲役に処され、また運転免許は基礎点数45点から62点により、免許取り消し、結核期間5年から8年の行政処分を受けることとなっている。電停に安全地帯がない場合の実例広島市の広島電鉄小網町停留場は、両面の道路が極端に狭いため安全地帯を作ることができなかった。そのため、 道路の指定最高速度は時速3 0トルになっている。また、それより、伊勢の小網町、観音町電停間も時速3 0トルとなっている。これは、路面電車も同じとなっている。2005年まで、岐阜市内を走っていた名鉄岐阜市内線、美濃町線は道路の幅が狭く、岐阜駅前電停を除くほとんどの電停に安全地帯がなかったが、 道路の指定最高速度は従来通りであった。香港では市街地の通りなど、福音の大きい車道にある横断歩道の中央部に安全島が設けられている。安全島には標識として安全島指示等が置かれる。ありがとうございます。